皆さんこんにちは、チチトコキャンプの山健です。この日は2023年4月24日平日の月曜日、一人でキャンプに行ってきました。そうです、一人で、人生初のソロキャンプです。いつもは子供が座っている助手席にはバックパック、ちょっと浮かれています。 A 府から首都高に乗って中央道を進みます。普段車内キッズソング流しているんですが、この日は自分の好きな曲をかけられます。完全に浮かれています。八王子ジャンクションから圏央道を通って日の出インターを目指します。某カミカミ YouTuber に雨風男と名付けられた僕ですが、もしかしたらその称号息子のものかもしれません。だって晴れてます。インター降りたところにあるバースデーという子供服や可愛いキャンプ服があると聞いていたので立ち寄って購入しました。どうしても子供のことばかり考えてしまうんですが、この日は自分のことに集中して楽しもうと思います。イオンモール日の出で足りない食材の買い出しを済ませてキャンプ場へ向かいます。正直このあたり3年前の緊急事態宣言や2年前のまん延防止等重点措置の時に東京都から出られなかった中で、よく子供たちと遊びに来たところばかりです。ここもよく利用しました。セブンイレブン奥多摩コリ店で話題のクラフトビール購入しました。これから向かう場所もキャンプするのは初めてなんですが、川遊びなどでは何度か利用しています。なのでこの駐車場にも車を止めたことはたくさんありますが、駐車場の受付大変混んでいてびっくりしました。複数台の車でいらっしゃったソログルキアの皆さんがちょうどいらっしゃったタイミングだったようで混み合っていたようです。ということで駐車料金を支払い駐車場へ向かいます。本日のキャンプ地氷川キャンプ場に到着しました。ここが僕にとって記念すべきソロデビューの地となります。では早速受付に向かいます。電話で予約してから来ました。薪のほか売店は品揃え豊富でした。こちらお願いします。予約した山ありがとうございます、はい、じゃあこちらにお名前ご住所で山号どうぞお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。じゃああとハンバーグじゃあお持ちください。あちらに焚き付けご用意してあるんで、ありがとうございます。あこれですか、はい、あいいんですか、はい、あ助かります、ありがとうございます。焚き付け用の小割りサービスしてくれました。で後でカゴを返しに来ればいいですか。あ、わかりました、ありがとうございます。なんでこれサービスあります。いいんですか、あ嬉しい、ありがとうございます、すいません。受付の方とても親切でした。サービスありがとうございました。こちらのキャンプ場売店のほかおしゃれなカフェ、またバンガローもいくつかありました。ではチェックイン終わりましたのでずんどこ坂に挑みたいと思います。さっきのオレンジのカゴ逆に邪魔かな。バックパックはマーディングトップの60リットル、全てが初めてなので厳選したギアを詰め込んで計測したところバックパックの重さは13キロほど。その他手持ちのクーラーボックスと撮影機材などが入ったトートバッグあります。そのバッグの中に薪を移してオレンジのケースは売店に返却。ありがとうございます、カゴ置いときます。さあいよいよ激坂にチャレンジです。川遊びに来たこともあるので坂の様子は分かっていたつもりですが、荷物を背負うととんでもない。ゆっくり一歩ずつ確実に降ります。坂は最初からかなりの傾斜、高所恐怖症の僕ですが覗き込まなければそれは大丈夫そう。ただ立ち止まれるところで手荷物を下ろさないとかなりきつかったです。カートを使っている方も多かったんですが、僕は正直自信がありません。バックパックで荷物が運べるようになれば行けるところ増えそうで、それは嬉しいです。ようやく坂の下までたどり着きました。ここに絶景があるわけでも取り立てて素晴らしい設備があるわけではないんです。むしろ夏はバーベキューの大学生がたくさん来るようなただの河原なんです。そんなただの河原を聖地に変えてしまったあの方に憧れて、とうとうここまでやってくることができました。せっかくなので河原まで近づきたいと思います。あちこちに直火やかまどの跡がありますが、石をどければ平坦なスペースが作れそうです。今回の設営場所はここにしようと思います。石をどける作業もなかなか楽しかったです。この日のテントはパーゴワークス忍者テント。オトさんの動画を見て欲しくなって昨年秋に購入したんですが、この日まで出番を待っていました。組み立ては簡単、まず2本のポールを組み立ったらインナーテントの長辺の端と端に差し込みます。そのポールを起こしてクロスさせて、大きなフックがあるのでこのように吊り下げるだけです。これで自立するのであとは移動したり向きを変えたりできます。ハンマーはシュプリームと MSR のコラボのもの、 312g と軽量です。フライシートをかぶせたら四隅のフックでインナーと接続します。あとはペグを打って終了、かなり簡単です。フライシートの扉を巻き上げます。
なかなか幕内は広い気がします。後ろのペグの位置、大きな石が干渉してあまり綺麗に貼れなかったので、まず石をどかします。これがかなり重かったです。ちなみに断層ペグ持ってきています。石でペグを打つとか軽いペグで固定するとか、まだそんな自信はないので、ちゃんとハンマーとペグ持ってきました。さて、荷物を幕前に移動します。石がゴロゴロして痛いので、まずはスームルームのマットを敷きました。ここで荷ほどきしていくんですが、もうちょっとゴロリしてみます。これだけでテンション上がっちゃいます。すっごく気持ちがいい。キャノピーを立ち上げます。忍者スティックが品切れで買えてないので、バストランドのポールを4本連結して140センチにしました。忍者スティックは120から140センチなので、長さ的には代用できたんですが、これスチール製で1キロ近くあるので、そこだけは何とかしたいところ。キャノピーを立ち上げるとかなり幕前が広くなり、タープはいらないかなっていうぐらい。こちらもニューアイテム、ヘリノックスのグランドチェア。重さが600グラムちょっと、忍者テントにジャストの高さと深めのシート設計、座った感じの収まりが最高でした。あ、すいません、アジャストなサイズでした。ハグがまだ切ってなくてブラブラしてますね。うわ、めっちゃいい。調理器具を取り出します。料理はしっかり焼いたいので、それなりに持ってきました。マルチグリドルにまな板、それとここら辺は調理台としても焚き火周りとしても、またミニテーブルとしても使用するつもりのものたちです。それとこちら、キャプテンスラッグの卓上グリルも持ってきました。あとはスノーピークのクッカーセット、まあいつも使ってるものたちですね。なかなかの量になってしまいました。あと睡眠もしっかりとりたいので、 BOC のコットを持ってきました。これ幕内に収まるサイズだからと持ってきたんですが、どうやら外で組み立ててからだと幕内に入りません。一度崩して幕内に突っ込んでから組み直しました。幕内で組み立てるのは狭くて大変ですが、こうしないとコットは組めないようです。おかげで寝床が完成しました。コットの上にマットも敷いたので、かなり居心地の良い空間ができたかなと思います。そろそろ乾杯しましょう。こちらニューアイテム、ラーテルワークスのオーロラソフトクーラー S 16リットルですが、ソロだと十分サイズだと思います。ビールもたくさん入っています。ということで1本目いただきます。いつもは子供といるのでお酒の量を抑えているつもりなんですが、今日は好きなようにやるつもりです。初ソロキャンに乾杯です。カメちゃんが動画で使っていたので、久しぶりに持ってきたのがキャプテンスタッグモンテ V 型卓上グリル B6 サイズ。これカミカミさんとカメちゃんは赤選んでましたが、僕はグリーン使っています。昨年の夏に購入したんですが、あまり使用頻度ありません。子供たちと行くとそんなに使えないんですよね。ただ今回は一人なので、ちょっとやってみたいことがあって持ってきました。100均で買った炭を着火させて、まず焼くのがこちら。前日の夜、近所のスーパーで安売りしていた腹付きホタテ75円、安い。ウロとエラなどを取って貝柱だけ残していきます。磯丸水産ごっこだなこれ。釣り人がいらっしゃっていました。僕魚釣りしたことありません。やったことあるのはホタルイカすくいだけ。ちょっと話しかけさせていただきました。釣れますか？ちょっと、へえ。もう、な、え、釣ったんですか？もう、うん、へえ、いいっすね。今日は、うん、あ、本当ですか？え、釣れないんですよ。食べられるようなもんニジマスですか？もう、出たんです。あ、そう、あ、頑張ってください。やれるもんなら釣りやってみたいんですけどね、僕にはちょっとハードルが高いようです。黒だ、150円。こちらもスーパーの見切り品、黒鯛150円。これも焼いていきます。なんてのんびりした時間が流れているのでしょうか。こんな場所に磯丸水産あったら通っちゃいます。いや、それにしてもお腹が空きました。まだ僕何にも食べていません。これ大変だ。美味しそう。腹減ったよ。チキソロ。めっちゃうまそうじゃん。むしろこっちが焼くか。
さてそれぞれ焼き具合をチェックします。黒鯛には武田スパイス、ホタテにはバター。まずは黒鯛からいただきます。いや身がホックホクでした。家だと魚出すんですけど、こういうところでもし骨が刺さったりとか考えると子供にはなかなか出せません。なのでこうしてキャンプ場でこういう料理ができて食べられること、本当にすごく幸せでした。なんていうかアクティビティ感がありますよね。醤油をホタテにかけてこうやってこういう音を聞くだけでもめちゃめちゃ食欲そそられます。やば、うま。2本目のビールいただきます。もともと子育てのために3年前にキャンプ始めた僕にとってソロデビューが来るとは思っていませんでした。僕がソロで出かけるということは妻が家でワンオペで子供たちのことをすることになるので、本当はちょっと言いづらい部分もあったんです。なので送り出してくれた妻と子供たちに感謝していますし、また頼みやすくなったのもチャンネル登録が1000人いってくれたおかげもあります。なので本当皆さんに感謝しています。ありがとうございます。ということでそろそろ焚き火したいと思います。明るい時間から焚き火やるのっていうのも普段なかなかありませんね。こうしてゆっくり過ごせるなんていつ以来でしょうか。最高の時間を過ごさせてもらいました。ここ氷川キャンプ場は直火が OK なので、あちこちに直火の跡やかまどがありました。ただ石が焦げついちゃったり下が汚いままで帰るのは嫌だったので焚き火台だけは持ってきました。焚き火台があれば片付けはだいぶ楽になると思います。先ほどの釣り人が戻ってきました。いつもは子供とやってるんで初めて今日一人で来たんです。一人で来るならこれやろうと思ってたんで。魚好きですか？魚今もう今黒鯛焼いてますよこれ。え、何すか？でもお父さん今日何匹釣れたんですか？何匹だろう。すごいすごい6匹ぐらいいるかな。すごいじゃないですか。まさか魚をくれるという話でした。うわー、いいんすか？いいわ、嬉しい。これは何ですか？ニジマスです。ニジマスいいんですか？あ、1匹家で食べきれないと思う。多分ね、うん、物足りないと思う。お父さん、これもう処理してあるんですか？あ、もうね、殻取ってある。あ、じゃあこのまま焼いちゃえばいいですか？すいません、ありがとうございます、本当に嬉しい。ここにいるんですね、こんなんがね。時給にしちゃダメですよね、もうね。いや、ありがとう、そんな貴重なものを。ありがとう、美味しくいただいてます。すいません。よかった、お会いできて。はい、ちょっとなんか今釣りやりたくなりました。ありがとうございます。すげえ。すげえ。いや、面白いね、こんなのあるんだ。本当にありがたい。とんでもなく親切にしていただきました。一期一会、結局 2,30 分談笑していたようです。楽しい時間と立派なニジマス、ありがとうございました。ご指示いただいた通り下ごしらえを済ませました。離れたところから忍者テントを見ます。ファミキャンしかしてこなかった自分にとってはこれが自分のサイトということがたまらなく嬉しいです。あの、僕アウトドアのスキルとか経験全くないので、こういう風に魚を焼いた経験ほぼありません。前にカミカミさんがペグで魚を刺して焼いていたのを見たので、とりあえずやってみたかったんですが、もうペグもぴったししか持ってきてなかったので薪を串状にナイフで削ってみて、とりあえず魚に刺してみました。これが衛生的でないことと、このままじゃ一生魚焼けなそうなことはさすがに僕にも分かったので、クッカースタンドを焚き火にセットしてみました。うまく焼ければいいんですが、どうなるでしょうか。後で売店に行ったら竹串とか鉄の串売ってたんです。それ買えばよかったなって後で後悔するんですが、これがうまく焼けたかどうかはまた次の動画でご覧いただければと思います。僕の初ソロキャンプいかがでしたでしょうか。今までの動画とはだいぶテイスト違くなってしまったと思うんですが、お楽しみいただけたら嬉しいです。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。父ソロキャンプ山健でした。さようなら。チャンネル登録
高評価、コメントお願いします。